こんにちは、まなぶです。本日はフリーランス独立の完全講義、このテーマで解説をしていこうと思います。で、今回の動画に関しては完全初心者向けですね。フリーランスいいなとか、フリーランスになりたいなっていうふうに思ってる方向け、フリーランスってまあなんか自由な働き方みたいな、自由に生きてるみたいな、そんな感じするじゃないですか。で、そういうのを目指してる方多分多いですよね。まあとはいえ、まあ昔の僕もそうだったんですけど、フリーランスになりたいけど、いや自分どうせノースキルだしみたいな、自分はあんな働き方できないんだろうな、みたいな。まあそういうふうに考えてる方も多いと思います。とはいえなんですけど、フリーランスって別にそんな難しい働き方でもないんですね。しかも今って時代の流れの後押しっていうのもあって、フリーランス独立めちゃくちゃしやすい時代です。じゃあどうやってやったらいいのか、それを今回の動画1本だけで、まあ、ちょっと長くなっちゃうと思うんですけども、完璧に解説をしていこうと思います。で、早速本題に入ろうと思うんですけど、その前に僕の簡単な経歴だけ、5行で紹介しますね。まあ、こういうのをお見せした方が、多分、信頼度アップにつながると思うので、順番に言っていきます。まず1つ目、もともとノースキルの大学生で、飲食店で週5日バイトをしていました。もうずっと大学時代バイトばっかでした。で、それで就活前に焦って僕はインターンシップを始めたんですね。で、インターンシップ始めたら、さらに自分の雑魚さに焦って、で、その後に休学を決意しました。で、休学中はフィリピン留学してたんですけど、その後に、プログラミング、帰国後にプログラミング学んで、で、その後にもうめっちゃ頑張ったんですけど、エンジニアとして就職できました。で、その後に会社で働いてたんですけど、ウェブエンジニアとして1年後にフリーランス独立をしています。で、現在何やってるかっていうと、この YouTube とか、あと SNS ですね、それで発信しながら、今こちらタイなんですけど、南国ですね、下ずっとハーフパンツで生きてるって感じです。まあ、こんな感じの僕が、フリーランス完全講義をやっていこうと思います。という感じで、目次こんな感じですね。で、フリーランスとはっていう感じで、基礎的な部分から順番にやっていくので、もし目次を見て気になる箇所だったら、まあ、そこにいきなりスキップして見ていただく感じでも大丈夫です。という感じでやっていきますね。じゃあ、まず一つ目、フリーランスとはっていうところなんですけど、そもそもフリーランスって何なんですかね？皆さんどう思いますか？で、これ結論から言ってしまうと、フリーランスって特に決まりとかないんですね。まあ、だから、例えばこれ見てる皆さんが、まあ、多分会社員の方、大学生の方、もしくは、僕のチャンネルたまに小学生とか中学生を見てるので、まあ、そういった感じで自分は会社員です、自分は中学生ですみたいな、そういう人も多いと思うんですけど、でも別に明日からいや自分はフリーランスですっていう風に名乗れば、まあ、その瞬間一応フリーランスにはなれるんですね。で、フリーランスって別に厳密な定義とかなくて、仮にニートとかだったとしてもニートでずっと家にいますみたいな、それで自分フリーランスですみたいな、まあ、そういうことも言えますし、あと場合によっては普通にフリーターとしてアルバイトをしている人、まあ、アルバイトしてて、まあ、フリーターですって言わずに自分フリーランスですっていう、まあ、そういう風に言うこともできますね。まあ、なんかフリーランスっていう言葉自体はなんか定義っていうのは実は曖昧だったりして、でなろうと思ったら、まあ、自分が名乗ってしまえば、まあ、その瞬間なれるみたいな、まあ、そんな感じの、まあ、ちょっとあやふやな職業だったりします。じゃあ続いてパート2進んでいくんですけど、フリーランスの働き方ですね。じゃあフリーランス実際どんな働き方なのか、僕の場合を見ていただくと、もしかするとすごい自由な働き方って思うかもしれないんですけど、世の中にフリーランスは2パターンあるんですね。で、1つ目っていうのが通勤が必要なフリーランスで、2つ目っていうのが通勤が必要じゃないフリーランスですね。で、通勤が必要な方から解説をしようと思うんですけど、まあ、こっちの通勤が必要なフリーランスって実はなるのが実は簡単だったりするんですね。で、どういうことかっていうと、フリーランス向けの求人サイトっていうのは世の中にいっぱいあって、フリーランススペース求人サイトとかで検索をすればいくらでも出てくるんですけど、例えばじゃあこの動画を見ている誰か皆さんがエンジニアだったとするじゃないですか。で、会社で普段エンジニアとしてこう集合で会社員として働いてます。でもなんかは会社だるいなみたいな、で会社だるいしなんか通勤もめんどくさいから、ちょっとフリーランスの求人サイト見てみようみたいな感じでこう求人サイト見るじゃないですか。そうするとエンジニアの求人とかっていっぱいあるんですよ。で、そこでこれ申し込もうみたいな感じで申し込みますよね。で、申し込んだりすると、だいたいまあ週3から週5ぐらいの勤務の仕事が多かったりするんですけど、それでまあだいたいそういったフリーランスの求人サイトからの求人案件っていうのは通勤型が多かったりするんですね。要するにエンジニアとしてその会社に出社をして、それでまあほぼ正社員と同じような働き方をするんですけど、契約だけ違うっていう。正社員の場合は社員としての雇用契約っていうのを結ぶと思うんですけど、そうじゃなくてフリーランスの場合は業務委託契約っていうものを結ぶんですね。まあ、だからそれの違いですね。まあ、だからこれがまず一つ目の通勤があるパターンのフリーランス。じゃあ二つ目、通勤がないパターンの、まあ、僕みたいなフリーランス、どんな感じかっていうと、まあ、どちらかというとこちらの方が多分難易度は高いと思います。なぜかっていうと、なんかそういったエージェント的な会社、求人サイトとかそういうのを通さずに自分で仕事を取っていかないといけないので、じゃあ僕昔どう
やって仕事を取っていたかっていうと、エンジニア時代とかを例にすると、例えばブログとか SNS で発信をしながら、それでウェブ制作できますみたいな、そういったスキルを自分で発信していったんですね。で、発信することによって、それを見た企業さんが、ちょっと相談したいですみたいな、そういったメールがブログから届きます。で、それで、わかりましたみたいな感じで、ズームとか、当時スカイプが多かったんですけど、スカイプでミーティングをして、そこから仕事をいただくみたいな、サイト制作とか、サイトの運用の仕事とか、そんな感じのものをいただいてました。で、こういった感じで、いわゆる通勤しないでいいパターン、リモートワーク型とも言えるんですけど、そういった感じの働き方、2パターンがありますという話です。続いてチャプター3いきますね。フリーランスに必要なスキル。で、これ結論から言うと、専門的なスキル、いわゆる職人的なスキル、これが一つだけあれば大丈夫です。世の中にはフリーランスっていろいろできないとダメだよねって言われたりもするんですけど、実はそんなことないんですね。例えばなんですけど、僕が最初フリーランスとして独立した時っていうのは、もう本当一つだけ、ウェブ制作だけですね。このスキルで独立をしました。で、その後にウェブ制作×SEO ですね、ウェブマーケティング。この二つの二軸のスキルにして、で、その後は、ブログだったり SNS、最近だと YouTube っていうのを頑張ってるので、いろんなスキルっていうのをこう徐々に増やしていきました。でも最初の最初は本当に一つで OK です。じゃあ例えばどういったスキルだと独立しやすいかっていうと、これに関しても正直どんなスキルでもいいんですね。もちろん、例えば僕みたいな自由な働き方を目指すのであれば、例えばプログラミングとかマーケティングとかライティングとか、このあたりっていうのが、あとはウェブデザインとかですかね。このあたりだとやりやすかったりします。でも一方で僕の友人、フリーランスの友人なんですけど、その友人は営業がすごい上手いんですよ。だから営業代行の仕事とかでフリーランス独立をしています。だから正直、皆さん今仕事をしている方も多いと思うんですけど、その仕事っていうので、そのまま独立すれば、そのままフリーランスになれるってこともかなり多いです。例えばなんですけど、今営業とかされてる方も多いと思います。で、営業って、そのまま別に独立して営業代行の仕事もできますし、あとは自分が営業として何か商品を売って、実際の作業っていうのは他の人に外注するみたいな。例えば僕も昔そうだったんですけど、営業パートナーっていうのはいたんですね。日本に。で、その日本の営業パートナー、仮にこれがパートナーだったとして、このパートナーが、こう勝手にいろんな人に営業してくれるんですよ。なんかサイト制作しませんかみたいな。で、そこでクライアントを見つけたら僕の方に仕事が流れてくる。それで僕は、このバナナ君に紹介料っていうのを払いながら僕がこうコーディングプログラミングをして仕事するみたいな、そんなやり方もしてました。で、あと場合によっては、例えば今仕事をしながら、なんか会社で雑務ばっかやってますみたいな、自分そんなスキルないですみたいな、そういう方もいると思います。でも実は別にスキルなかったとしてもフリーランス的な働き方って可能で、で、どういう仕事かっていうと、今の時代だったらオンライン秘書っていう働き方もあるんですね。で、気になる方いたらオンライン秘書とかで調べればわかると思うんですけど、要するに今ってリモートワーカー、僕みたいな働き方とかフリーランス増えてるじゃないですか。で、そうなると、個人で仕事をしていくと徐々にこう忙しくなっちゃうんですね。いろんな場所から連絡来て全部こうメール返したり大変みたいな。そうなった時に僕も今秘書の方雇ってるんですけど、月20万くらいを渡して、で、僕のメール管理もすべて一括しています。だから僕も自分のメールほぼ見てないんですね。だからこんな感じで、もちろんそのプログラミングとかマーケティングとかライティング、ウェブデザインでも、動画編集でも何でもいいんですけど、そういった何か一つのスキルがあった方が独立とか収入は上げやすいです。とはいえなんですけど、別にオンライン秘書みたいな働き方があって、で、それでオンライン秘書としてめちゃくちゃ稼いでたりとか活躍されている方も多いので、だからそういった感じで今のスキルで何かできないかなっていう、そこから考えてみるのも実は近道だったりします。あとこのあたりに関しては、先日に僕が副業で楽して稼ぐ方法って動画をこちら出しているんですけど、この動画も結構参考になると思うので、この動画で言いたいことっていうのは、本業と副業で同じ領域で稼ぎましょうっていう、こういうやり方をすると独立しやすいんですね。それを解説しているので、もしよかったら概要欄に貼っておきました。ぜひご覧ください。という感じで、次に進む前に一つだけよくある質問に答えようと思っていて、それ何かっていうと、フリーランスやるんだったら人脈って必要ですかっていう話なんですね。で、よくいる方パターンとして、人脈が必要だみたいな感じで、いろんな会にこう参加してこう名刺交換とか、いろんな人に会ったりとかイベント参加したいみたいな、そういうことに時間割いてる人いるんですけど、僕が思うに、そういったイベントに参加しすぎても正直意味ないと思います。なんでかっていうと、そういった人脈を広げたがる人の思考として、こうやって名刺とかを配っていったら、そこのきっかけで仕事が生まれるっていうふうに考えていたりもするんですけど、ただ一回名刺渡したぐらいじゃ別にそこで信頼とかって生まれないので、仕事が入ってくる確率ってほぼほぼ 0% なんですね。だからそういったことに時間を割きすぎるよりも、それよりも自分でちゃんと発信をしていくとか、スキルアップしていくとか、勉強していく、そっちに時間割いた方が、僕は本質的なんじゃないかなと思ってます。だから僕は人脈を増やすために時間を使うっていう作業、それは
過去を振り返っても多分一度もやったことないですね。で、それで現状を稼げているので、まあ、人脈って別に、まあ、勝手に増えていくし、まあ、なんか意識的に増やすもんじゃないかなっていうふうに思ったりしています。はい、続いてじゃあチャプター4いきますね。フリーランスのキャリアプランで気になる方多いと思うんですけど、結論としてキャリアプラン、まあないですね。僕もキャリアプランないですし、世の中にフリーランスいっぱいいるんですけど、まあ試しに聞いてみたらいいと思いますよ。キャリアプランありますかみたいな。で、明確に決まってる人ほぼほぼいないと思います。じゃあ、こんなキャリアプランないと不安じゃないですかって思うじゃないですか。で、めちゃくちゃ不安ですね。で、めちゃくちゃ不安なんですけど、でもそれでも、やっぱ、自由に行きたいとか、なんか自分で稼ぎたいみたいな。まあそういう感じで、こう結構勢いでこう、ポンってやってしまうみたいな。そういう人はフリーランスだったりもするんですけど、じゃあそのキャリアプランに関して、これあくまで僕の場合なんですけど、どういうふうに考えているかっていうと、まあそんな深刻視していないというか、まあ時代的に結構変わっていくじゃないですか。で、例えば人気企業ランキングみたいな、そういうのを見ていったらわかると思うんですけど、今から5年前、10年前、20年前、と今だったらランキングって全然変わったりしますよね。しかもランキングに乗っていた企業が潰れたりとか、ランキングに乗っている企業がリストラをどんどんしていったりとか、そういう時代でもあるので、まあだからその一社に勤めたらその何て言うんですか、老後まで安心みたいな、そういう時代全く終わってるし、まあ別にまあそんなそこまで先のこと気にしないでいいんじゃないかなっていう、それが僕の考えです。まあとはいえやっぱり不安もあるので、本質的に一番重要なこと何かっていうと、日々ちゃんと勉強をする、で日々ちゃんとスキルアップをしていく、で日々ちゃんといろんな挑戦とかをしていく、まあこういうのやっていったら人材の価値っていうのは上がっていくはずなので、で価値が上がっていけば別にいろんな企業からオファーってまあそのうちもらえるはずなので、まあ、だからそっちが本質だと思います。で、この大企業のリストラ事例とかも最近増えたりしていて、ここに関しては別の動画こちらですね。大企業だと安泰な時代が終了しましたっていう、まあこの動画も参考になると思うので概要欄に貼っておきました。まあだからフリーランスのキャリアプラン結論ないんですけど、まあなかったとしても別にフリーランスで稼げなくなったら会社員に戻るとかも全然可能なので、まあだから今の時代ってまあ多分寿命もすごい長くなっていくし、まあだったら一旦挑戦したしてみたらどうですかっていうのは僕の考えです。で、続いて5つ目、フリーランスになる準備とはです。で、ここに関しては先ほどのキャリアプランとほぼ一緒なんですけど、ぶっちゃけほぼほぼないんですね。フリーランスって別に自分フリーランスですって言ってしまったら、もうその瞬間からもある意味フリーランスになれます。で、フリーランスになる人のよくあるパターンってどんな感じでなるかっていうと、もともと普通に会社員とか、もともと例えば学生とか、まあそういう感じで、まあ活動している人、活動とか、まあ発信とかをしていったりとか、あと何か勉強をしていると、まあ何かのきっかけで仕事の相談入ったりするんですね。例えば、新卒だった頃の僕の状況として、僕はもう週末ずっとカフェで、プログラミングの学習ばっかりしてたんですよ。で、そうするとたまに友人とかに会って、お前ここで勉強してんだ、みたいな感じで言われて、そうそう、みたいな、毎週ここでずっとやってるみたいな話をすると、まあ徐々にその、広がっていくじゃないですか。なんか学ぶってやつはなんかプログラミング結構できるらしいみたいな。まあ当時セブ島も狭かったので、まあそういったコミュニティでこう名前が勝手に広がっていくと、そうするとまあ仕事の相談が入ってきて、それで僕は当時仕事の相談来たんですね。サイトを作りたいみたいな。そしたら、いいですよ、作りますみたいな。そしたら10万円もらえたんですよ。そしたら当時僕、給料12万ぐらいだったんで、10万高いじゃんみたいな。これ独立できるなみたいな。まあそんな感じで気づいて独立したと。まあそんな感じで、まあフリーランスって実はこのパターン多いんですね。なんか普通に作業とかしていったら友人経由で仕事とかが来て、で気づいたらまあちょろちょろ稼げるようになったし、まあもう独立するかみたいな。まあこういう人も多かったりします。まあだから準備といっても正直そんな必要なくて、まあ強いて言うんだったら早めにクレジットカード作っておきましょうぐらいで、クレジットカードって会社員じゃないと結構発行できなかったりするので、まあ大学生の方とかも今見てると思うので、まあなるべくクレカ、まあ僕は基本的に5枚ぐらい持っといた方がいいと思うんですけど、こう申請をしておくと。まあただクレジットカード一気に5枚申請すると、そういったクレジットカード会社って顧客情報を裏側で共有しているデータベースがあるんですね。で、そこでいきなり5枚申し込むとこいつ金に困ってんじゃないかみたいな。そういうふうに思われかねないので、まあ、だから期間空けて5枚ぐらい作っておく、まあ、そんな感じがいいと思います。で、その他の細かい準備に関してはこちらですね、フリーランスの準備の仕方に関する動画過去に上げていて、これも概要欄に貼っておきました。はい、続いて6番目のチャプターですね、確定申告や税金について。で、ここに関してかなり恐れている方多いですよね。で、僕もやっぱフリーランス始めるってなった時に税金どうしたらいいんだろう、あと年金どうしたらいいんだろう、保険どうしたらいいんだろう、まあ、このあたりすごい不安になりました。で、結論から言うと、確定申告に関しては、そんなに、焦って考える必要なくて、確定申告の時期って決まってるんですね。で、それが大体、その年度によってちょっと変わるんですけど、まあ、2月から3月の時期に去年の分の売上とかを計算して、その地元の税務署にこう、紙を提出すると。まあ、だから、イメージ的には、まあ、1月とか、まあ、それぐらいになったら確定申告の準備をしていく。で、1ヶ月ちゃんとあれば、別に完全初心者でも、確定申告ってどう考えても終わるんですよ。今だったらいろんなツールも揃ってますし、でもしツールが
あっても全然自分わかんないっていう場合だったら外注しちゃえばいいと思います。で、僕は実際に外注してました。で、確定申告外注して、フリーランスとかだといくらぐらいかっていうと、まあ、1回10万円ぐらいですね。で、10万円結構高いと思うかもしれないんですけど、自分でやると、ま、めちゃくちゃ時間かかっちゃうので、まあ、自分の時間を買ったっていうふうに思えば10万でいけると思います。でもどうしても、10万で払えないって方、まあ、僕もフリーランス初期の頃とか本当に収入少なかったので、年収本当になんか100万とかそれぐらいだったんですね。で、年収100万で10万の外注費とか出してしまうと、まあ、ガツンと減るじゃないですか。10% も減っちゃったみたいな。で、それだと困るので、最初の頃は自分でやってました。で、その時はフリーっていうソフトがあるんですね。で、そのフリー、スペース、確定申告、このあたりで調べれば出てくるんですけど、そういったツールを使うと、初心者でも簡単にできます。あと、補足なんですけど、保険とか年金ですね。このあたりに関しては、会社に勤めていた時と、個人で、フリーランスやるときでは、ちょっと切り替えっていうのは必要なんですね。で、この切り替えどうやってやるかっていうと、それも一応概要欄に参考記事を貼っておきました。で、記事を読みつつ、やればできるんですけど、これもすごい簡単で、近くに区役所とかあるじゃないですか。で、そこに電話すれば全部教えてくれるので、なんか僕の記事読んでもいいですし、まあ、分かんなかったら会社辞めた後とかで全然間に合うので、辞めた後に区役所に電話して、すいません、会社辞めたんですけど、なんか保険とかそういう手続きどうしたらいいですかみたいな聞けば全部教えてくれます。これで OK です。はい、という感じで、7番目のラストチャプター進んでいきますね。継続して稼げる人の特徴ですね。で、ここはまあ、なんだかんだ一番大切だと思うんですけど、まあ、僕が思うにフリーランスとしても継続的にこう収入が伸びていったりしている人は、どんな感じかっていうと、やっぱり、徐々に信頼を蓄積している人、まあ、これがすごい重要かなと思います。まあ、最近だともすごいよく言われると思うんですけど、お金イコール信頼とかって言われるじゃないですか。で、ここについて最後話して終わりにしたいんですけど、例えば、A さんと B さんって方がいたとします。で、A さんって方、で、A さんがちょっとまあダメパターンとして僕がこれから話していくんですけど、A さんはまあ例えばプログラミング勉強してますと。で、プログラミング勉強して、それでまあ副業から開始して、で、それでまあ独立したんですけど、その後にまあ月5万ぐらい稼げるようになりましたと。で、稼げるようになって、で、5万稼げましたみたいな感じで Twitter とかでこう発信するじゃないですか。で、発信した後にすぐにそれをなんかノートとかそういった感じで情報として売ってしまう人がいるんですね。月5万稼ぐ方法みたいな、プログラミングでみたいな。で、そういうのやると、まあ、ちょろちょろ売れて小銭稼げるかもしれないんですけど、でも結局、まあ、そういうことをしてしまうと、実は信頼って徐々に減ったりもしているんですね。で、なんでかっていうと、僕も実際にもともとエンジニアやっていて、その後に、まあ、ブロガーという仕事に、こう、キャリアチェンジをしたんですけど、キャリアチェンジを決めた瞬間に、もう、プログラミング系の仕事は今後、ほとんど入ってこないだろうなっていう、まあ、その辺の、なんか損失っていうのは僕は受け入れつつ、転職、まあ、ブロガーに転職をしました。で、なんでそうやって、情報を販売したりとかしてしまうと仕事が来なくなるかっていうと、まあ、発注する側の心理とかっていうのを考えれば、まあ、大体そうなるんですね。なんでかっていうと、自分が何か制作とかを依頼したいってなった時に、まあ、コツコツずっとウェブ制作を続けている人に外注をするか、もしくはなんか最近稼げるようになったみたいだけど、なんか情報を売っている人に依頼するかってなった時に、まあ、大半の人ってのはコツコツ続けている人に多分相談すると思うんですね。まあ、そういった感じで別になんか発信力を高めるとか、情報を売る、別に僕は全然 OK だと思うんですけど、まあ、ただそれをやってしまうと、クライアントワークだと稼ぎづらくなりますよっていう、例えばウェブ制作とかプログラミングとか、ウェブデザインとかライティングとか、まあ、そういうので稼いでいきたいのであれば、情報販売をしてしまうとちょっとやりづらくなるっていうのは覚えておいた方がいいと思います。で、一方で、まあ、先ほど A さんっていう方を紹介して、まあ、B さんっていう方、まあ、僕が、この B さんタイプの方が多分稼げるようになる、継続的に稼げるようになると思うタイプは、どんな感じかっていうと、まあ、例えば、ウェブ制作でも、プログラミングでも、何でもいいんですけど、一つのことをコツコツ続けて、で、クライアントワークとかをやってるのであれば、まあ、それでも、クライアントにとにかく、ギブをしていく。クライアントから依頼されたことを、もう、丁寧に、こう、納品をしていく。まあ、そうすると、そのクライアントっていうのも喜ぶので、また別の紹介も入ったりするんですよ。まあ、そういった感じのパターンの方が、継続して安定的に稼げている場合が多いと思います。また一応最後に補足をしておくと、別に僕はその情報を売るとか発信するなとかそういっていう風に言ってるわけじゃないんですけど、やっぱりその、なんていうんですかね、ちょっと稼いだからすぐ売るみたいな、そういうことやってしまうと結局信頼減ったりしてるんですね。なんかそのあたりっていうのをよく観察して、なんていうんですかね、自分を客観視できるようになるというか、まあそのあたりも重要だと思います。はい、という感じで今回フリーランスの完全講義っていう感じで、基礎的な内容からバーって話していきました。もし参考になったら幸いです。という感じで概要欄にも補足の情報とかすべて貼ってあるので、気になる方はそちらもぜひご覧ください。で、あと今回の動画で皆さん気づいたと思うんですけど、別にフリーランス独立ってそんな特別なことじゃないし、
し、スキルとかも別に、先ほど言ったようにオンライン秘書とか、そういった感じで別にその高度なスキルがなかったりしても稼げる時代だったりもするので、だから、自分はフリーランス絶対無理だみたいな、そういうふうにいきなり諦めるんじゃなくて、しっかり情報収集してみるとか、あとは、できれば一番いいなフリーランスの人に会って話を聞いてみる。それが、一番、なんていうんですか、腑に落ちるというか、現実味が湧いてくるというか、何か目指すってなった時に現実味が湧いていないと多分達成できないので、だから、目指しつつ、そういった環境になるべくこう飛び込んでいく、フリーランスの人に会うとか、あとそういった、サロンに参加するでもいいですし、イベントに参加するでもいいですし、そういうのやってみるといいんじゃないかなと思います。という感じで今回以上ですね。で、僕のチャンネルではフリーランスに関する話、個人で稼ぐのあたりを、このバナナと一緒に発信しています。で、バンコクで、あったかい場所から発信をしています。という感じで今回以上ですね。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。